あ、あれか。はい、ということでね、また動画投稿になります。この日ちょっとカメラの調子が悪かったんでね、この写真みたいな感じでいろいろ面白い動画あったんですけど、データとして残ってなかったので、まあちょっと短めの動画になります。お前ら最近 COD やってるよな、また。これは、2月2日ですね。戦ってる時に、あれどうする？コラボ勝ってぞ。そのとどめて体のここに中心に永遠とダメージ与えないかっていう。いや、ゴーストリコンでターミネーターコラボとかあれ出たから、あ、ちょっとやってみてえなと思って。楽しいよ。来るかよ。3、2、1、スタート。この右側に一人おるな。見えんな。高得点ゲット。これね、グレネドおじさんがね、サイクロン投げたんですけどね、まさかの自爆したっていう状態です。まあ、この日結構仲のいい常連メンバーが午前中組めたんで結構面白かったんですよね。ああ、あれか。左一番奥一人。了解。おっとおった。もうちょい。あ、もう6じゃん。やった。トンネルの中に一人入ったんだ、多分。ここで別の敵にあったんですけど、よくよく見るとね、あー、あれか、この下のあのバリケードの部分ですね、に隠れたので倒してます。あー、うまさい。あの中によっか。で、あの中にいるってことで、ちょっとね、横から狙えるようにコンテナ入ってます。まあ今一瞬、あーって落ちてますけど、あれがまああの地点ですね。まあ、ちょうどこの、中心から狙うなら、ここから狙うのが一番綺麗に狙えるのは狙えるんですけど、あの正面にね、まあ、打ち合いしてるので、こっちからね、ちょっと死角になってます。まあ、これでね、今打ち合ってる部分嫌がって、まあ、画面で見て右側にね、出てきたら倒そうと思って、まあ、待ってるんですけど、意外と出てきてくれなかったので、まあ、結構待ちぼうけみたいな状態になってます。でさっきの、あの中は味方が倒したので、さらに先に進んでます。で、こう一人見つけて、まあ、ほぼ同タイミングお互い気づいたんでね、すぐに倒せなかった、まあ、ちょっと膠着みたいになってますね。で、まあ、うまく牽制しながら距離詰めてたんですけど、ちょっとね、違うとこにもう一人敵がいてやられちゃってます。はいね、これが第2ゲームですね。フルカスタムやんと思う。
走る前に笑わされたらダメ。出だし失敗した。まあ結構ね、上辺同士だとね、あんな感じで、まあ、スタートまでは結構、バカ話をしてることが多いです。でこの2ゲームも、結構、さっきと同じようなルートを進んでます。もう最近、なんていうんですかね、アタッカー必ず右行くようになってね、もうあんまり右使わなくなってるんですよね。フルオード禁止になってるんですけど、それでもやっぱセミね、お互い打ち合いだったら結構長打で死ぬことが多いんですよね。一応見よるけど、まあこの日結構岩ちゃんと組んでたんで、ね、あんな感じで結構索敵はよくやってくれるので、まあ戦いやすい状態ですね。あー、ないしょ。でも基本的にね、イワちゃんのまあ援護って感じで進んでます。了解。で、またアニールってことなので、コンテナから狙ってます。ちょっと正面敵がいたんですけど、ちょっと打ち漏らしちゃいます。正面の方出せよ。中央のオレンジのバリケードの中の一人。門に未だに一人。でもう一人見つけて倒したんですけど、もうやった。ちょっとね、枝に当たった球がヘッドショットでね、ゴーゴーとマスクの間にちょっと当たっちゃったんで、ごめんなさいって言ってるところですね。あ、取られた。取られた。あ、取ったんか。そう、俺も。そうそう。ちょっと先手を落とした。分からなかった。これが最後のゲームですね。まあ久々にね、横横スタートになってます。行くぞ。まあ多分鋭い人は気づいてると思うんですけど、この日からね、レジェンド2がもう本当寿命を迎えちゃったので、ランカムに変えてます。この日も MBR のこの308以外にもね、サンプルの M40 使ってたんですけど、ちょっとね、気温がこの日ちょっと高かったのかな。なんで邪魔パッキンがね、ちょっと安定しなかったので、まあ1、2ゲームしか使わずに、もうほぼ1日 NBR で遊んでました。お困りですか。イワちゃんが民家の後ろ。民家の裏。うん。まあ、岩ちゃんがね、このゲー、5から敵に回ったので、ね、まあ、優先的に倒そうってことで攻めてます。で、この進んでる時にね、1人、女の子見つけたので倒してます。で、ちょっとこの先でびっくりしたんですよね。まあ、さっきね、倒した女の子と、まあ、岩ちゃんが実は話して、これヒットなのかなったらヒットじゃなかったっていう。よし。で、まあ、さすがにこの距離なんでね、ハンドガン相手で打ち勝ってます。怖いわ。ここが一番困ったんですよね。ピンクなんですけどね。で、自分赤なんですけど、
あれ敵だっけ味方だっけってちょっと悩んでね、しばらく構えて待ってて、でまあ一瞬手でね、確認できたので撃ってますで、この後ですね、ちょっと爪が甘かったんですよね。気配ないなぁと思って、一旦ね、戻って、まあ味方に、ある程度クリアしたよって合図して、ちょっと安心しちゃったんですよね。画面ちょっと中央見ててもらいたいんですけど、左目だけに出てきたんですよ、敵が。まあ組長だったんですけど、ね、で、一発でやられちゃってます。はい、ということでね、今回の動画はおしまいです。次の動画はね、久々に高知に遠征行ったので、その動画アップ予定なので、まあ、よかったらチャンネル登録お願いします。